はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは、楓さんちへようこそ。ということで、まあもうすぐ年賀状のことになりますね。あと2ヶ月ぐらいすれば、まあ年賀状の、まあ、キャノンかな、そのこういうさ、プリンターかなんかのさ、なんだろう、サイトかなんかで年賀状のプリンターとかはね、ダウンロードできるし、郵便局の方でもはがき作成のね、ありますよね。で、まあそれが解禁されるのはだいたい11月ぐらいなんですけど、やっぱね、出回ってるのはやっぱりその電気屋さんだとかに、売ってるのは、なんだろう、本当に1本買えば、なんだろう、12年毎年毎年その年賀状は、使えますよみたいな感じのがねありますよね。で、まあそれ買えばいいじゃんって、まあ6000円7000円くらいかかりますけど、まあね、毎年毎年使えるし、まあ12年回ったとしてもまた使えるじゃんっていうことになりますけど、まあ結局ね、気に入らない、まあもちろんね、なんだろう、そのプリンターの方のサイトの方にはないその絵柄とか文言とかっていうのはありますけどね、でも結局同じようなものがたくさんあるんで、まあ結局これでいいかなとは思っています。ただ本当に今年の年賀状ね、これなかったんで、ちょっとね、気合を入れすぎちゃいそうな、そんな気がします。本当に。父親の方の親戚にも、来れなかったし、友達にもね、来れなかったんでね。まあ、いいかなとは思いますけど。皆さんどうでしょうか？こういうような文言で、こういうような絵柄でっていうのは、まあ、決めてあるでしょうか。でね、来年何年かと思ったらね、ネズミ年みたいですね。ネズミ年の人いるんだろうか、うちの親戚に。まあいいだろうしょう。いいでしょう。で、いとこにね、まあ子供が生まれたんだけど、何にもしてないな。まあおめでとうメールも、まああやふやにしたままなんだけど。まあお祈りしましょう。お祈りっていうか、まあ元気にね、子供が無事育つようにっていうことを、まあこれから先ちょっと神社に行くかもしれないので、まあその時にね、お祈りをするかもしれません。まあしないかもしれないですけど、わかんないけど、その時の気分で。ということで、皆さんどうでしょうか。年賀状ね、来れたらいいなと思います。それでは皆さん、さようなら。